こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今回紹介するのは酒粕を使った粉チーズです。酵母由来の栄養成分や食物繊維がたっぷり入った酒粕に油とかアーモンドプードルと米粉なんかを入れて作るんですけれども、これが乳製品一切使ってないなんて信じられないくらい粉チーズの味になるんですよ。サラダにかけたり、あとパスタとかグラタンにかけたりね、もう本当大活躍してくれます。このチャンネルではアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお菓子やお料理を紹介しています。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.まずボウルに酒粕を用意します。酒粕は板粕やバラ粕、練り粕などいろんなタイプがあるんですけれども、ものによって硬さが違うんですよね。これからお塩と混ぜていくんですけども、ちょっと固めのものだと混ぜにくいので、一度蒸し器で蒸してから使います。蒸し器の中に入れて柔らかくしてから使います。電子レンジでね、柔らかくしてもいいんですけど、電子レンジって素材の水分を使って温めるので、その場は温まってふわっとするんですけど、すぐに硬くなってしまうというか、味もね、美味しくなくなってしまうっていうのもあるし、素材の中の分子レベルで水分を動かしていくので、分子構造が変わってしまうっていう欠点があるって言われてるんですね。なので蒸し器を使って蒸すのをおすすめします。ふわふわに柔らかくなってきたら火から下ろします。柔らかくなった酒粕にお塩を入れてよく混ぜます。お塩が混ざったらアーモンドプードルを入れます。次に米粉も加えます。そぼろ状になってきたら、手を使ってサラサラになるようにしていきましょう。このくらいサラサラに細かくなりましたら、フライパンで炒っていきます。大きめのフライパンに油を入れて弱火にかけます。ここに先ほどの粉チーズを入れます。サラサラになるまで炒っていきます。クッキングシートなんかに広げてオーブントースターで焼いてもいいんですけど、ちょっとこうムラがねできやすいんですよね。いろいろやってみたんですけど、このフライパンでいる方法が一番ムラなく、ちょうど好きな色で加熱をやめられるっていうのもあって、この方法に落ち着いています。はい、こんな感じできつね色に色づいてきたら完成です。はい、完成しました。今回はチェダーチーズっぽくちょっと色をね、きつね色にしてみたんですけど、これはフライパンでいる時にお好みの色で仕上げることができます。では早速食べてみたいと思います。めっちゃチーズ、これ本当にチーズっぽいんですよね。
アーモンドプードルが入っているので美味しいのは間違いないんですけど、酒粕を一度蒸しているので酒粕臭がそこまで強くないんですね。で、アーモンドの香ばしさと酒粕のこの癖のある感じが上手にまとまって本当に粉チーズっぽくなってるんですね。めちゃめちゃ美味しいです。若干歯にくっつく感じがあるんですけど、これはね、米粉の種類によってもちょっと違うみたいなんです。私の経験上、上新粉とか粒子の大きい米粉で作る方が歯にくっつきやすくって、製菓用の米粉で作る方が少なめになるという感じがします。混ぜてフライパンで煎るだけなのでめちゃめちゃ簡単に作れちゃいます。ぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。